はい、んサードへの打球よく取っている。クローは谷内が入って一塁送球、谷内来ました。昨日はファーストで、まあ、移籍後初エラーというね、ちょっと谷内にとっては気の毒なスコアがあったんですけれども、いやしかしこの辺りがね、ん今度はピッチャー取れません。ショートはチャージしてきて紅林一塁送球はマンセーフになりました。アルカンタラ内野安打でノーアウトで出塁。さあしていこう、ヒットになりますか。ネット前進してきて掴んでいます。ダイレクトキャッチ、吉田ナイスプレイ。宇佐美がヒットを1本奪われる形。吉田のこれはいいスタートでした。レフトライナー、ショートへの打球ですが、ショート紅林チャージして一塁送球、ヘッドスライディングですがアウトになりました。これは強い打球、ショートよく取っている。紅林は一塁送球はできますか。あとヘッドスライディングで今川今日3打数3安打。昨日プロ初の猛打賞を記録したら2試合連続になりました。んレフトとっと伊藤がナイスフィールディングでこの回もねしっかりと0点に抑えました。強い打球、さあよく取っているぞ。ただ宗はタッチアウトにしました。アルカンタラが飛び出していたということでした。で、ライトにはこの回から万波が出ていて、で今はバッターボックスは頓宮でしたが、レフトやはり今川ゾーンですね。ゾーンです、どこ守ってたわ。頓宮レフトフライでワンアウト。でその他、その今回そうですね、レフトマウンド上には吉田が当たっています。こう変わるとなるんでしょうけど、はい、苦しいバッティングになりました。セカンド一塁はアウトになりました。三森がさばいています。足の速い金子だったんですが、三森ナイスプレーです。はい、守備も良くなりましたよね。そうですね、はい、これだけインコースにきっちり来てますからね。はい、これはインコースのボール、ショート、ナイスプレーですね。ファインプレー。この回先頭の上林の打球、非常に追うのは難しいこのショート源田の後方に行きましたが、いやーこれ大きなプレーですね。はい、そして7回はこの本田ということになっています。ショートへ当たり、足の速い野村ですがどうだ、アウトになりました。今日源田はね、本当投手ともにそうです ね、 ね、詰まった当たり、セカンドから一塁ヘッドスライディングはうまかったですね、セカンドね。はい、やりましたが、ね、ショート源田、さすがの守備ですね。三森はショートゴロに終わりました。入る位置もいいですけど、2球目打った、セカンド追いついた、一塁ここは浅村が警戒でした。ワンアウトです。最後正面に入るだけのダッシュの良さがありました。ワンアウト、ここバッターって振ってくれますよね。左中間へ高く上がりました。さあ風、追い風1メートル伸びていきますがどうか、もう一伸び足りない。ここは西川、これがゴールデングラブ。昨日は左へ今日は右へ、今日はホームランを打って藤井を援護、そしてこの守備でも藤井を援護です。久しぶりにこのパンテーラの快音がと思いますので、最初からこうねダブルプレーとか狙っていくとですね、ここは黒川、一塁岡はどうだ、アウトです、ワンアウトです。まあ、結果そういう風なプレーになっていくってことなんですね。はい、いやただその清水さんもお話がありまして、5回表から少し流れというのが 3-2打ち返した、ショートエチェバリア取れません、センターライン抜ける、ランナー3塁回った、岡のバックホーム、バックホームタッチアウト、セーダ岡からのバックホーム、ここはバスカーもなんとかなんとか打ち返した、ショートの横エチェバリア1塁はセーフだ、3塁ランナー追加点のホームイン、また打った銀次、チャンスだと思いますね。センターへ、センター辰巳、辰巳が配送する、打球伸びていきますが、もう一人ここモーニングゾーンまで行きましたが